痩せるドレッシングの作り方をお伝えしてまいりますね。もしかすると普段あなたが使っている調味料が原因で太ってしまっているという可能性があるかもしれませんよ。そこでこの動画では 1. なぜこの調味料で痩せることができるのか、 2. 痩せる調味料とは何か、 3. 痩せる調味料おすすめの今回はドレッシングのレシピをお伝えしてまいりますね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。一つ目です。なぜこの調味料で痩せることができるのかなんですけれども、そのポイントはミネラルが含まれているかどうかというここにつけるんですね。その理由はミネラルが不足してしまうと太ってしまうからなんです。例えばですね、このミネラルが不足してしまったお体がどうなっていくかと言いますと、ホルモンバランスを崩していくということになるんですね。で、このホルモンがとっても大事なんですよ。なぜかというと、あなたの体重や食欲をコントロールしているものになるからなんです。ですから、もしあなたがですね、もうとにかく甘いものがやめられない、止まらない、もしくは今食べたばっかりなのにまたお腹が空いてしまって、そしてまた食べてしまうという、このようなその負のスパイラルに陥ってしまっていらっしゃるとしたら、あなたはもしかするとそのミネラルが不足している可能性があるんですね。このミネラルというのはその吸収することが大事になるんですけれども、私のですねクライアントの方からも嬉しいご報告いただいたお話少ししますと、先生がお伝えしてくれたですね、その私がお伝えしたその調味料を変えただけで、今まで使っていた調味料を先生が言っていたその調味料に変えただけで、もうどんどん体調が良くなって痩せてきましたって嬉しいご報告をですね、数々いただいているんですね。それだけその食べていらっしゃるその味付けがですね、実は太る原因だったということも十分あり得るんですよ。なぜかというと、いろんな添加物が入っていたり、そういったそもそもそのミネラルをそのどんどんですね、その吸収しにくくしてしまうのがいっぱい入っている砂糖とかですね、良くない油とか、もうとにかくもうどんどんその消耗してしまうようなものが入ってしまうとダメなんですよね。そしてそういったものを取ってしまうと、まずあなたの腸がですね動かなくなってしまうんです。そうするといくらその他にミネラルを入れたとしてもですね、もうそもそも吸収ができなくなってしまいますから、栄養不足になっていくんですよね。そうすると今お伝えした通りホルモンバランスが崩れてしまって、例えばデブホルモンと呼ばれるインスリンであったりとかですね、食欲をコントロールしてくれるレプチンというホルモンだったり、こういったものが働いてくれないわけですから、いかがですか。なのであなたがどうしても甘いものをやめられないとか食欲が止まらないっていう場合は、まずこういったミネラルがたっぷり入った調味料に置き換えていく、こういうことに取り組んでいただくと一番近道ということになるんですよ。では2つ目です。痩せる調味料とはどのようなものなんでしょうか。それは今回お伝えしますのはこちらです。岩塩になります。岩塩とはその塩がねこう結晶した、まあ、塊なわけなんですけれども、この岩塩がですね、先ほどお伝えしましたミネラルがもとっても多く含まれているんですね。そのことであなたの代謝がまず上がるんですよ。そうするとその筋肉の衰えも防ぐことができる。結局ですね、そのお塩って取りすぎると悪いってよくね聞かれると思うんですけれども、本物の良いお塩っていうのはかえって取らないといけないですよ。それぐらい塩ってですね、良質な塩というのは生きていく上でも欠かせないものになります。それを使った調味料普段から召し上がっていたとしたらいかがですか。もうそれは健康になるはずですよね。そして代謝が上がって筋肉の衰えも防いでくれるわけですから、どんどんとその痩せ体質になることができるんです。そこで私が今回ですね選んできた岩塩があります。今回はですね、私が住んでいる大分県別府市にありますイオントップバリューさんのシリーズのその
コーナーにですねあったんですけれども、この岩塩を見つけた時にですね、私がどう思ったかと言いますと、わー綺麗、宝石みたいと思ったんですね。それを今からあなたにもお伝えしていきます。3つ選んできたんですけれども、まずですねこちらです。見えますでしょうか。もう本当にあのパワーストーンのような、見えますか、綺麗なピンク色をしているんですね。こちらはヒマラヤの岩塩のレッドになります。でこちらはですね、そのヒマラヤで採れる岩塩の中でも一番多く採れると言われているこのお塩になるんですけれども、とにかくですね味がねまろやかな、まあ、独特な風味があるんですよね。ですからこのレッドタイプはいろんなお料理にね使っていただけると思います。私はまあドレッシングと言いましたけれども、もう本当にもう何にでもです。でこちらもちろんねこのままでは召し上がっていただくことはできませんので、ちょっとここでですねお先にご紹介したいと思うんですけど、この岩塩のすぐ横にですね置いてあったのがこちらなんです。岩塩専用のおろし金なんですけれど、こちら新潟県産のですね椿三条製かっこ金物の町ということで、ご存知の方も多いのではないでしょうか。こちらも世界的にも有名な金物の町として、もう日本のですね誇るそのものをですね生産してくださっているんですけれども、例えば少し前に流行ったですね、あの下町ロケットというそのドラマ その取材 そのロケ地ということでも話題になった町なんですよね。でこちらはでちょっと開けてみますね。これ普段私が使ってるんですけれども、こちらですね、こんなに可愛いおろし金なんですよ。見えますでしょうか。でこちらですね結構あの気をつけてください。かなり鋭い刃が出てますから、でこちらにですね先ほどの岩塩を削っていくんですよ。でまたこの削るのもなんかね楽しくてですね、もう本当にそのまま、例えばサラダが目の前にあったらですね、私こうちょっと今すってみますね。こんな感じで、でもすごくね粒子が細かいんですよ。もうあの本当にお見せしたいんですけど分かりにくいです、伝わりにくいですね。あのすごく細かく削れるんですね、このおろし金が。ちょっとお待ちくださいね。こんな感じですごく、まあ、のパウダー状になるんですよ。すいません匂ってしまう、香ってしまうんだけど、すごくねあのちょっと今味見はしませんけれども、あのすごくねまろやかな味です。でお料理何にでも合うお塩はこのレッドタイプかなと思っております。ではあと2つあるのでご紹介しますね。冷たく楽しくて仕方がないのでこちらです。これですねブラックなんですよ。実はこのブラックタイプの岩塩はですね、なんと温泉の香りがします。何かというとですね、硫黄の香りがねするんですよ。で私はもう日本一の湯量を誇るあの別府温泉で暮らしておりますから、もう普段からこの香り嗅いでいます。特にあの神奈川温泉とか明晩温泉ってところに行かれますと、もうこの硫黄の香りがもうすごくね、あの湯の花とか有名なんですけどね、そこをまあドライブで行きますとですね、もうこの硫黄の香りがもうあちこちから立ち込めてまして、あ温泉街だなってあの改めて思うんですけれども、なんとその香りがします。で結構ね癖が強いんですけれども、このね硫黄の香りが好きって、あの温泉卵とかね、ああいう香り好き好きっていう方にはいいと思うんですけど、この硫黄の香りがちょっと苦手っていう方はですね、先ほどお伝えしたこのレッドタイプと合わせてあのブレンドしてですね、ご自分なりにこう調合していただきますと、まあ、それはそれはですね、あのコク、こうワイルドなコクが出るので、あのお肉料理とかにもねすごく合ってると思うんですよね。パパッとこれをまた先ほどのこの椿三条のおろし金でですね吸っていただいて召し上がってみてください。めちゃくちゃ美味しいですよ。あの塩でこんなこんなに味が変わるのかというような、 あなたでしたらお分かりになると思いますから、ぜひ試していただきたいなと思います。ではどんどん参りますね。最後の一つはこちらです。
クリスタルタイプの岩塩です。もうとってもね、黒くてとっても綺麗で、このままですね、私3つのパワーストーンみたいな形でも飾っておこうかなって思うぐらい、お風呂に、ね、入れていらっしゃる方も多いと思うんですけども、いいんですよね。こう飾って置いてあるだけでこうパワーを感じる、このお塩って本当すごいなって思うんですけども、自然の恵みですよね。ありがとうございますと本当に心から思うんですけれど、この実はクリスタルタイプというのが、そのヒマラヤの岩塩が取れるその中では一番希少性がある、要はこう数が少ない、取れる数が少ないというのがこのクリスタルなんですよね。でこちらはですね、一番、希少価値もありますし、こう甘みとか旨味がすごくって、これは顔だけではわからないんですけれども、先ほどのこのおろし金でこうおろしていただいたお塩、この岩塩のクリスタルのお塩をですね、お水に溶かしていただくとですね、なんと貝類のような旨味がものすごく出ます。ですからちょっと一味ですね、ワンランク上のお料理に仕上げたいなっていう方、またそういったこうスペシャルのおもてなし料理をされたい方というのは、ぜひこのクリスタル岩塩をもう少しねおろしていただいて使ってみてください。もうとってもいつものお料理がですね、もう本当にワンランクもツーランクも別格のお料理に早変わりしますから、ぜひ使ってみてくださいね。あとここで念のためにお値段ご紹介しますね。今お伝えしました岩塩はそれぞれ1つ1個あたり税別で100円ちょうどになっております。そしてこのおろし金もですね、イオンさんに置いてあって、こちらが、岩塩専用おろし金が498円税別となっておりました。はい、それではここから3つ目の項目、痩せる調味料ドレッシングおすすめレシピのご紹介に入りたいと思います。今回の材料は、この題名、私がね勝手に命名したんですけれども、私の手作り痩せるドレッシングの材料です。エクストラバージンオリーブオイル大さじ3とレモン果汁ですね、レモン汁を小さじ1杯、そして先ほどお伝えしましたこの岩塩です。赤でも黒でも白でも OK です。そちらをもう適量すっていただいて、もう混ぜるだけなんですよね。でこのもうね黄金のレシピです。この比率さえ覚えていただければ、もうどんなお料理にもドレッシングとして、また味付けとしても大活躍いたしますから、ぜひご参考にされてみてくださいね。とっても簡単、混ぜるだけで、もちろんこういった中でその味をね少し変えたらという方は、少しその風味を入れたねこうスパイスとかも混ぜても美味しいと思うんですけれども、まずはですね、まずはこの岩塩が持つその本来の味でね、味わっていただきたいなと思うんですよ。なぜかというと、もうそれぞれが味が違うんです。もう食べ比べをしていただけたらなと思います。で私はですね、よくこの痩せるドレッシングをどんな時に使うかと言いますと、どんなお野菜にも合うんですが、結構ですね、フルーツサラダにもね合うんですよ。すごく美味しいです。フルーツとそのチーズのサラダとかにでもですね、もうデザート感覚で食べれますから、もうぜひあなたも美味しくね召し上がっていただきたいなと思います。で今回私がですね、ちょっと自宅からお持ちしたのがこちらなんですけども、同じオリーブオイルでも良いものとおすすめできないものってあるんですが、選ぶポイントはこのような瓶に入っているこの遮光性、要はこの太陽の光がですね入ってこない容器に入っているものを選んでください。そしてできればここにも書いてあるんですけれども、オーガニックのエクストラバージンオリーブオイルと書いてあるものを選ばれてください。でここにですねポイントとして JAS ジャスマークがついているものが品質としても安心安全なものとなりますので、ぜひこういったものも選んでいただきたいですね。私はこれはアルチェネロさんの有機エクストラバージンオリーブオイルのドルチェということで、もう優しい香りの食用のね有機オリーブオイルを使っているんですけれども、
もうね、やっぱオイル一つで全然違うんですよね。でやはり良いものを、まあ、適量ですよね。そうすれば多少お値段がまあ張ったとしても、そのドカ食いをするとかですね、そんなことにやっぱならない。もうそもそも味覚が変わっていきますから、ぜひ健康的に綺麗に痩せるためには、このような良いものを選んでいただきたいなと思います。そして果汁なんですけども、私が出て気に入ってるのはこちらです。イオントップバリューさんで買えるグリーンアイシリーズのオーガニックレモン果汁です。イタリアシチリア島産の有機レモン 100% のストレート果汁ということで、すごく気に入ってます。こちらも JAS ジャスマークがしっかりついている良いものを選んでおります。で、私はこういったドレッシングにももちろん使えますし、毎朝レモン白湯を作るときにこちらをよく使うことがあります。おすすめですので、ぜひあなたもよろしかったら私が選んだこの2品で、この岩塩で作ってみてくださいね。ではこの動画のまとめです。大事なポイントを押さえていきましょう。1つ目、なぜこの調味料で痩せることができるのか。それは腸内環境を整えて、しっかりとミネラルが含まれているものでしたね。決して化学調味料や人工甘味料、余計な添加物等々いっぱいいっぱい含まれていますのは太ります。ですから今すぐにやめていきましょうね、ということでした。そして2つ目です。痩せる調味料とは何か。今回はミネラルがたっぷり含まれた岩塩をお伝えしましたね。そして3つ目、痩せる調味料、その岩塩を使ったおすすめのドレッシングのレシピはこちらでしたね。痩せるドレッシングです。もうぜひもう簡単に作れますから、すぐに取り組んでいただきたいと思います。以上のお話をぜひ日頃のですね、あなたの生活、健康に、ダイエットにお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。